吉田さんやってみないないいとわからそしてですねお金で悩んでる人は多いと思います。でそのお金の悩みっていうのはあの100万円に対して悩んでるのか1,000万円に対して悩んでるのか金額はいろいろあるんですよ。借金に悩んでるのか将来のこうお金稼げるかどうかっていう不安におののいているのかそれともお金が多少あるんだけどもでも不安だなと思ってるのか。 お金の悩みっていろんなフェーズがありますよねでも結局はどこまででってもお金の悩みってつきまとうわけですよそれこそ吉田さんにもあるでしょうし私もお金の悩みはありますよ。ただやっぱりねそれをね深刻に捉えてるかそれともまあ解決できるだろうというふうに考えてるのかに違いがあると思うんですよ。で私は莫大借金がある時でも当然お金のこといつもね頭にありましたし今は借金がなくてもお金のこと頭にあるんですよ。 でも、何が違うかっていうとお金のことを悩んでいてもやらないことできないこととは重ならないんですよねお金がなくったってやりたいことはやっていくお金があろうとやりたいことはやっていくこう変わらないわけですよ、うん、そう考えていくと結局は金の悩みがなくならないんでやりたいことを一つでも多くやった方がいいかなっていうことなんですよでそこにですよ お金がないからできないっていう選択肢が入っちゃうと、やりたいことができないことばっかりになっちゃうんですよね。まあですんで、どうせ金の悩みはなくならないんだから、まあもう一発借金しとくか、もう一発体験とかやり残したことがないように行動していくかっていうふうに私は思っちゃうんですよね。だから危なっかしいところもあると思いますけども、でも結局借金が 数百万1,000万2,000万っていう時のまあ行動と悩みっていうのは今でもそんな変わんないですね、うん、まあだから結局は思い通りにやったそんな体験が残るだけ得かなと思いますんで「金麦研究所ね酒を飲んでただ喋る <laughs> そんなもんが金になるか」と思ったんですけどもなってますね大したもんですよねあのビール代ぐらいは出てるわけじゃないですか、まあ、それからそこを時間として提供する場所代ぐらいは出てると思うんですよ いや、なかなか面白い取り組みですよね。まあ、私なんてのはね、吉谷さんと、なんかこう、他の参加者さんと、まあ、酒飲みに行ったのって随分前になりますけども、私の場合は吉谷さんにおごってもらいましたからね。しかも、おごりますよって言った瞬間、皆さん、アイス食べますかみたいな追い打ちかけるみたいなね。だから何がね、どうなるのかって本当分かりませんよ。多少図々しく、多少人懐っこく。 自分自身でいることが大事かなっていうところですよね。はい、じゃあそういうことでございます。金の悩みはなくならない。いってらっしゃい。